超子験42歳、超子験は、新末の書家、画家、天国家。字はますますはじめ、または寄宿、号は、霊君、紀安、馬山、寮、部門など。近代芸術家のご小席、再白石をはじめ構成に、大きな影響を与えた。石膏省商工府会経験出身。代々不詳である長家の次男として生まれる。 少年期に家は零落していったが蔵書がたくさんあって、思うように勉学ができた。また15歳頃より、金石学ぶを好んで学ぶ。20歳に秀才になるも翌年、太平天国の乱に巻き込まれ、下挙の受験は中断されることとなった。この期間、家は破壊され、長年の間に収蔵されてきた文物はことごとく、失われた。塾の講師などをして、ここをしのぎ、 石膏アゼチの僕アズサの誘いで爆格となる。1859年に巨人となるが、その後、何度か家境を受験するが落第し、ついに家境による出世を諦める。北京で半祖影土地具を得て43歳の時、厚生省の知見候補となったが、劉昆一の移植を受けて、厚生省氏の総編集に抜擢される。1876年、 用件の知見になるが大洪水に見舞われ民のために職務に尽力し病気になっている。ついで、笹ぐ神県、南情県に転任、認知で没した。鼻炎を好んだ。文人側十代で学び始め、ジョイ、鎮圧し、石、等、リラに、司法して独自の画風を確立した。書は、金石学部から書の古法を得て、転書。 霊書に優れそこに、草書法を加えて、斬新な書であった。また、水墨画の伝統を踏まえが図書を一体とみなした。天国は、節派の定刑、を治む、正日都市、鎮公樹、木派の陶石所、共へいっそ、古藤と両派の区別なく、優れたところを学んだ。1864年わざわざ、大衆の小広氏はじめを尋ねその業績を称えている。 金石文を深く研究し、旗、菅の天書以外にも、範囲を広げ疑心南北朝の時代までも取り入れ、硬直化した、天国芸術に新様式を樹立した。彼の一派は新切派と呼ばれた。誰にでも印を売ることをしなかったので、作品数は少ない。友人の儀籍層、陳珠、子などが彼の印を多く得ている。超試験天国、ありがとうございます。